クレスター I 型ミサイル寿命艦計画名はベルクートであった。1960年代末に4隻が建造され、1990年代中盤まで運用されていた。従来の対水上戦重視のソ連水上、戦闘艦とは一線を画する対戦戦重視の大型対戦艦への端緒となった艦急であるが、主兵装として予定されていた対戦ミサイルなどが、 間に合わなかったために4隻が建造されるに止まり、これらの予定兵装を搭載した改良型の 1134A 型に移行した。冷戦構造の成立当初、ソ連海軍は西側の空母機動部隊の侵入阻止を主任務として構想していた。しかし1960年代に入って、アメリカ海軍の潜水艦発射弾道ミサイル搭載原子力潜水、 韓の配備が進展したことを受け、これへの対抗策が急務となった。1961年12月30日、ソ連共産党政治局及びソビエト連邦閣僚会議は、第百1 8 5から510議決により、従来のソ連海軍で採択されてきた、大水上、大地火力投射というドクトリンを廃止、代わって、大戦線を重視することを決定した。これを受け、 政府は1134型艦の建造計画を承認した。当時、ソ連海軍では空母機動部隊などに対水上戦を挑むため、長射程の対艦ミサイルを主兵装とする58型ミサイル巡洋艦の配備を進めていたことから、海軍艦政局は同型をベースとした防空・対戦艦の技術案作成を要求した。これを受け、 第35中央設計局の兄警フ、主任設計官は58型の船体を拡張した設計によってこれに応えることとした。1962年夏、第35中央設計局は1134型の技術案を完成し、1963年1月政府と海軍の承認を受けた。本級の武装配置がよくわかる写真。 上記の通り、本型の設計は概ね、先行する58型を拡張したものとなっており、線形も挑戦首楼型が踏襲された。ただし、船体の大型化に伴って、上部構造物は縮小され、対抗性は向上した。フィンスタビライザーを作動させずとも、C ステート5まで、並走の使用が可能であり、また作動させた場合には、C ステート6まで可能とされていた。 船体の全長にわたって20点が設けられ、また船体は3区画までの浸水に降換することができた。なお、58型では設計の最終段階で完備にヘリコプター艦板を追加したものの航空偽装は比較的限定的であったのに対し、本型では艦型が拡大されたことから格納庫なども設置され、より本格的な航空運用能力を備えている。一方、 要求速力が32ノットに抑えられたこともあり、主機構成は、おおむね58型のものが踏襲されており、ボイラーの蒸気製常及び蒸気タービンの形式は、同一となっている。発電機は、タービン発電機2機とディーゼル発電機4機で、これらは均等に2つの区画に分散配置された。長距離用の対空創作レーダーとして、MR-500、クリーベル、対空、 対水上捜索用の3次元レーダーとして、MR-310、アンガラー A が搭載されている。一方、ソナーとしては、当初予定されていた、新世代の MG-332、チタン2の開発が間に合わなかったことから、捜索用の MG-312M、チタン、攻撃用の MG-311、ビチェグダを組み合わせて搭載している。 来歴で述べた通り、本型は元来、防空、対戦艦として計画されていたことから、新世代の M-11、シュトルム艦隊空ミサイルと、アープック -3、メテル対戦ミサイルを搭載する予定であった。しかしこれらはいずれも開発が遅延したことから、M-11 の代わりに1世代前のサムである、M、M-1、ボルナが、またアープック -3 の代わりに、 P-35 プログレス艦隊艦ミサイルといずれも58型を踏襲した装備が施されることとなった。M-1 についてはミサイル弾固の容量を32発に拡張した新型のジフ -102 発射機が搭載されている。ミサイル射撃式装置としては 4R-90 ヤタガンが二セット搭載されるが、これは当初、 使用周波数を1セットしか持たなかったため、実質的な同時対処目標数は一つであった。また当初使用されていた V-600 型ミサイルと組み合わせた場合、射程が長くなればなるほど精度が顕著に低下したことから、1972年までにミサイルが V-601 型に更新されるとともに、GMFCS も近代化された。対戦兵器としては、 上記の通り当初予定のアープック -3 対戦ミサイルの搭載は断念されたことから対戦ロケット砲と魚雷発射艦が用いられる。対戦ロケット砲はいずれもブリア1134型水中攻撃式装置の完成を受けている。魚雷発射艦としては1963年に正式化された PTA-53 から1134型後、 連装五百三三十ミリメートル発射艦が二機搭載されている。搭載機織来は、対戦用のセットマイナス六十五型に加えて、対艦ミサイルの減少による、対水上火力の弱体化を補うため、対艦用の五十三から六十五型も搭載されるようになった。広角砲としては、新型の a k 七ミリメートル連装速射砲が搭載されたが、 その性能は限定的であった。このことから AK-230-30mm 連装機銃後には AK-630-30mm6 重心機銃も同時に搭載された。なお 57mm 連装砲は MR-103 バルス放射撃式装置による完成を受けた。なお本型はヘリコプターを常時搭載する。 初の水上戦闘艦である。艦載機としては、紹介型のカマイナス 25PL、または、対艦ミサイルの誘導用のカマイナス 25TS が一機、搭載される。本型はいずれも、レニングラードの第190造船所で建造されている。当初は10隻の建造が計画されていたが、4隻が建造された段階で、当初計画されていたサムやサムなどの新装備の、 実用化の目処が立ったことから、これらを搭載した改良型の百三十四 a 型に移行した。計画当初、艦視は防空、対戦艦とされていたが、建造途上の九百六十六年に大型対戦艦が新設されるとこちらに類別変更された。しかし本型は上記の経緯により、対戦兵器というよりは対艦兵器を主兵装としていたこともあり、 より本格的な対戦兵器を備えた第2世代の大型対戦艦の造成に伴って、1977年8月には58型と同じミサイル巡洋艦に類別変更された。ありがとうございます。